突然何さ。はい、一番米さんいらっしゃいませ。イヤイヤがついてます。これ映ってんのかな、ちゃんと。配信ページ以降が最近なぜか映ってる映ってちゃまずい、まずいみたいなことはないと思うんですがね。はい、 PFTM さんが来たぞ。そっちじゃねえよ。ニコ生がやっぱり重いんだよな。ディオさん来てる。ちょっと待ってね。FTM さんが相変わらず変態発言で困る。どこだっけ、誰だよこれ初めて見る方来ましたね。ゲージなんてついてかかってこいよ、俺は使う僕デスさんかな、僕デスさんと書いてシアモさんかな。あ、そうそう、 BGM をちょっとかけるんだったね。弾きも必要ねえやろう、ぶっ殺しやね、これコピーできねえな、かゆいし。うん、いるね。さて、一応ちょっと一応配信が始まってるかどうかだけ確認中。ねえ。Twitch 配信ね、なんか最近の悩みとして、なんかニコ動みたいな、あのコミュニティ、このこれ、このゲームに関することだったら何でも配信していいよみたいなコミュニティ、そういうそのコミュニティ配信みたいなやつがちょっと見つからなくてですね、大体あの個人でなんかこうするみたいな、この人の配信みたいな。BGM ちょい下げてくれ、リンコ。マジで。めめ。略。回復するんだよね。4万だけど。マイクが小さいのか。マイクの方ですね。あ、多分これで大きくなったはず。で、そしてマケインさんいらっしゃい。いや、セフィロスが弱いんじゃない。リファーが強すぎる。ちょっと待ってね、あの Twitch の方見ようとしたら、あの他の人の配信の音量が入っちゃって、ちょっと待ってね、BGM が全然消えませんでしたね。今トータルはね、あの右下に出てる115万ドルですね。晒さないで、晒さないで。
ワンさんではないですね。一瞬ワンさんかと思ったけど全く違いました。あー、そしてファイアフォックスが重い。ファイアフォックスは重いけどあれなんだよね、 Google Chrome 使う気になれん。ミドウサツキの放送みたいな感じになってるから、なんだろう、できればね、そのワンワン専用にしたくないんですよね。この、はい、こっちもせっかく作ったんだから。ライブって出てるけど確かに出てないっぽいな。あ、でも映ってるね、ちゃんと。よし、 OK。 じゃあこんな感じかな。はい、弟さん来ました、ね。Twitch でオシャンティーナ配信するの？オシャンティーナっていうか、なんだろう。せっかくね、Twitter 見てる人だったら、ちょっとひょっとしたら知ってるかもしれないんですけど、ついに念願の、Twitch じゃなくて、スイッチを購入できまして。なんで、こっちでの配信とかもちょっとできればやりたいな、なんて、今思ってるところなんですよ。ウルに配信しましょうぜ。あ、ウル2か。そうそうそう、ウル2ちゃんと買ってね、同時購入でやってる、買ったんですけど、いかんせんやっぱ難しいですね、ウル2。っていうか、あれなんですよ、そもそもで、配信がまだちょっとできるような環境じゃないんですよ。波動拳。そうそう、Wii U の方はちゃんと、うちのうちはキャプチャーボード読み込んでくれるんですけど、スイッチの方がね、全然読み込んでくれなくてですね、ちょっとな、いくつかちょっと。確かに操作性が難しいよね。中足から真空波動とか無理。やっぱスイッチの、スイッチのコントローラーもやっぱり難しいもんですね。それに、というかね、とりあえずスプラトゥーン2の、前夜祭体験イベントが来週ですね、ちょうど1週間後に行われるので、ちょっとそれまでになんとかしたいなと思ってるんですけど。誰がうまいことを言うと。こんばんは。はい、PFTM さんだな、これ。とりあえずドジのめくり中系で暴れまくろうぜ。いやー、でもね、実際使えるの、私が使えるの竜しか使えないんでね。剣もぶっちゃけ。ね、ちょっと任天堂スイッチ持ってる方はね、ぜひともちょっとフレコとか交換しましょうよ。少なくともスプラトゥーンは、もう予約しあって、発売日当日には遊べるような三段はついてるので、ぜひとも。龍が第5レベル。なんでさ、画面端に近づく人ではないからね。めくり中系矢印屈小 P かける2矢印立ち中 P 矢印エアスラができれば OK。 もうそれだけで無理なのがわかるな。なんでだろう、連動がまだちょっと増えずつ増えてる。まだね、まだアームズの方が可能性あるかな。まだちょっとアームズは買うかどうかはちょっと迷ってますけどね。おとぼりが冷めた頃になんか買ってそうな、そんな勢い。Twitch って、ていうか Twitch 映るかな。試しにこれで。難しいらしいですね、アームス。お疲れ様です。はい、ことわさんいらっしゃいませ。アームズはワイルドな方が好きだよ。ワイルドアームズアニメだっけ。靴ショー P から立ち中 P の目押しは猶予ある方だから安定するよ。力が欲しいか。あ、そうか、そのアームズもあったね。そうそう、その作者が先週かなんかにようやくアームズは見るたびガッシュのキースを思い出す。
でそれで書いてたのはあのアームズじゃなくてゼルダの方だったっていうそういうギャグがありましたね。そういうなんかギャグみたいなやつがあったらしいですけど、あ、やばい、凍ったあ、クススプリットが凍った。やべ、配信できてねえんじゃないこれ。音だけ。音だけ。あー、画面自体は確かに暗いから、まあしゃあないっちゃしゃあないですけど。そう。ちゃんとね、うまくいってればここに画面が映ってるはずなんですよ。あのスイッチの画面が映ってるはずなんですが、一瞬音さえ消失したと思ったらすぐに持ち直した。うん、これも凍っちゃったんでね。ん？なんだ？麻婆豆腐は木綿派？絹ごし派？麻婆豆腐はどうだろうな。最近あんま食ってないけど、絹ごしの方が好きですね、私は。ココアさんが、ニンゴジラに。ニンゴジラにすっげー襲われてる。あ、そしてまた凍った。下茹でする派？しない派？まだね、自分で麻婆豆腐はね、残念ながら自分で作ったことはないですけれども、絹ごしでしょう。下茹ではしときたいかなっていう感じ。謎の料理ネタ談義になってますけれども、ていうか、そもそも聞こえてんのかこれ、大丈夫なのか。カッキン、カッキン。うは、おは。はい、これで戻ったはず。どうもうまくいかないんだよね。任天堂スイッチの方の配信はちょっとうまくいかないんですよね。なぜかあれなんですよ。Wii U の方はうまくいくんですよ。Wii U の方はちゃんとうまくいくんですが。アンドル裏切ったんですか？アキラさんが来た。あー、でも今日も結構人来ていただいてますね。5、6、7、8、10人。あとはね、やすみさんが来てくれれば嬉しかったんですけど、残念ながら、まだ、ゲームパッドがないらしいので、今日は出ないとのことでした。ね、キーボードで出場を進めたんですが、さすがにちょっと難しそうですね。スイッチ勢に負けるわけにはいかない。一味違うぜ。一味違うぜ。読み上げ。
2DS上逃走。2DSL。さーてさてさて、さあ今日は誰が来てくれるかな。そう、あ、そうそう、メウといえば、まあ、昨日七夕、まあ、7月7日七夕だったんですけれども、実はひなびた関連のキャラクターで、あの誕生日を迎えたキャラクターがいまして、で、あのひなびたのメインキャラではないんですけれども、あのちょっと重要な人物として、あの星見ひなたというキャラクターがいるんですね。まあなんだろう、ひなびたがちょっとわかる人で言うならば、あのまあひなちくんの中の人とかをやってたりであるとか、で、あとは嘘だけど昨日誕生日だったよ。おめでとうございます。ね、それで、まあこの人、まあどんな人かっていうと、まあメウの幼なじみで、あのまあ今のそのあんなメウがいるのはこの人のおかげっていう。まあ、大体こいつのせいっていうようなね。水餃子うめえ。ございます。水餃子。水餃子。スカイさんいらっしゃいませ。ワンワンですか、それとも EOH ですか。で、そうそう、ひなびたの話。ジョジョは人いないんで。じゃあ来るのかな。で、で、あとなんだっけ。で、まあそんな日向ですけれども、実はなんだっけな、まああのメウにとっては姉でもあり憧れの人みたいな感じで、ああ見えてなんだろう、あの結構頭も良くて、なんか県随一の進学校を卒業してるっていうような設定でもあったりしますね。で、今東京で、設定上今なんか東京に出てきて、秋葉原のゲーマーズで働いてるっていう設定になってるそうです。そんなキャラクターでございます。そんなキャラクターの誕生日が昨日でございました。昨日なんか、まあやはりと言いますか、昨日Facebook の方に、ひなびたのあの Facebook の方更新されてまして、それに絡んだ話であるとか、あとなんか咲子と伊吹の、ごめんなさい、咲子とメウのちょっと昔話みたいな話もありますので、ちょっとね、今日ご興味ある方はちょっとご覧ください。はい、というわけでございまして、あの二人昔からの顔見知りだったか。そうですね、っていうか、まあ基本的にリンリン先生の昔の話、どうなんだろう、そうかな、多分そう、うん、まあもともとなんだっけな、もともとあのメール自体が、まあちくぱ大好きっていうだけあって、あのシャノワール、そのさきこがやっているあのシャノワールの、まあ、常連さんだっていうのはね、あると思います。
さあということで、あと、まあ、10分ぐらいねちょっと暇を潰そうかななんて思ってますけれども、あ、クイントさんが来た。向こうのサーバーに。じゃあちょっと釣っとこう。うわ、めっちゃうまそうこれ。枝葉さんのリツイートで回ってきた飯がうまそうだなこれ。コンソメはちょっと玉ねぎはあるから、コンソメ買ってきてちょっとやろうかな、これ。ちょっと思わずちょっとびっくりしたので、ついついツイートしちゃいました。あと話す話題、10分ぐらい時間を潰さなきゃいけないんですが、それで思い、って考えたら一つあったね、大きいのが。大きいかな。あの、今日のお昼頃、久々に動画をアップしました。ワンダフルワールド対戦会。先週、もう1ヶ月前ですね。1ヶ月前に、やった大にぎわいの、大にぎわいだったあの、2on2 トーナメント。第1回戦、準々決勝ですね。あれの動画を上げました。よろしければご覧ください。私が大パンしてるシーンとかが見えたりします。で、あのね、なんだっけな、マイリスト王にまとめるのはもうちょっと待ってください。とりあえず全部上げ終えたらやるんですけれども、いかんせん、あの、画面説明、あの、動画説明欄がちょっとパツパツでして、うまくいくの、あの、うまく差し込めるかどうかちょっと不安なところです。そしてあの、ソキソバラムさんのところにちょっとチラ見しようかな。見れねえかな。マゲンと自分の配信はちゃんと見れるんだね。うん。僕が教えたり。いろいろこっちの方がむしろ軽いまであるからな。え、マゲリンってさ、シャドーバースとかもやってたっけ？やってるイメージなかったけど。すごい、何これ。あれ何、どうやったの？聞いた感じだとやってるっぽい。あ、そうなんだ。わかんないけど、紙飛行機のこと作ったんだけど。作った。あ、なんかさあ、ということでございまして、はい、さあ、というわけでございまして、次枠から一応ね始めていく予定です。準備しておいてね。ケモフレ動画まだまだ増える。うん、あれですね、やっぱびっくり、今週だったか先週だったかがちょっとびっくりしたのはあれですね、あの獣パレードまさかの公式動画アップっていうのがねありました。あれはちょっとびっくりしましたね。トーナメント作成のトーナメントちょっと作ってね、あの準備をしましょう。
さあ、今日も始めていきましょうかね。あと何人来るかって感じですけど、トリスクラシック水で割っても結構濃いんだなこれ。煙さというよりもなんかこうアルコールがズガンってくるのがちょっときついな。お酒向いてないか運動さん。さーて、じゃあ次は開始までしばらく、はい、突然のバッカーの、さあということで、じゃあ次は開始までちょっと待っていただきましょうかね。あと1です。あれ、あらか、はい、では、次はから始めていこうと思います。では私はあなたを見ている。はい、スカイさんいらっしゃい。メウメウ。はい、マケンさんいらっしゃいませ。じゃあ行きましょうかね。それでは一回乱数変更してトーナメントの方、ツップラーさんが来た、ぶち込みましょう。ポテトもヘルシーデブの発音なんですが、それは。はい、じゃあここで締め切りましょうかね。はい、本日のトーナメント出来上がりました。こちらになります。さあ、引きこもごもあるとは思いますが、行きましょうか。
ということで、スカイさん、初戦でございます。アレックスさん、戻ってきて。いつも通り、本日の大会、キャラ編なしでお願いいたします。割と勝ちだ。さあ、ちょっと待ってね。PFTM さんにもちょっとこれ伝えないといけないから。あ、ちょっと待ってね。感染できてねえよ。よいしょ。はい。画面がこれで移り変わったかな？ OK。はい、OK です。おっと？まさか本当に？アイウェンを使ってくる。あー、感染中止になった。開幕これひどい。もう一回。ごめんなさい、そのために俺 PS4 を買うだけの解消はないです。そのために私、そのためにあの PS4 を買う解消は私にはないです。プレステ3版もあるぞ。もうないです。だってスイッチも買っちゃったんだもん。放棄ローネってなんだ。これ次切れたば、ああ、また切れた。あれ、また切れた。ストップ。なんか動機取れないっすね。調子が非常にダンゲロース。デンジャラス。それはないな。いや、でもアイウェンだって忍者っぽいし。もうとりあえず一回止めてください。もう一回、これ次ダメだったらもうリプレイください。あ、満席、嫌な予感。ちょっと待って、はい、もう一回これでどうかな。格闘ゲームにおいて忍者っぽいキャラは必須なのかもしれないです。やっぱ動きも面白いですからね。あはっと、結局危機だ。アイウェンでもいいのに。はい、ワンピーガー、アレックスキー、ズーピーガー、スカイエルディオ、バックダッシュ。さあ、お互い触り合いといったところだが、対空決めて先手を取っていく。これは効果力コーン。ブのチップ、ブのバンキー、スカガのブアレンタイン、エカセトヤ。壁からかぶせていく。ですからさあ、置き詰めを裏たく、飛び込み、はい、刺さって、さあ、置き詰め、裏に行って、下段固めて、ここはダッシュ投げ。おわさっと、これは。さあ、バルチャーヒット。これは、エリアルに、美味しいエリアルに持っていける。ジャンピングタイク。
さあ、鎧同士当てた。これは、そこそこいいダメージが期待できそうな予感。あっと、落としてしまう。対空失敗。裏にも判定があった。エルディオの勝ち。だがさ、締めまでいけない。さあ、表から、おっと、ここでヤクザキックがカウンター、そして裏回りがヒットしてラウンド取るのはスカイエルディオ。ラウンド2。さあ、どうなっていくのか。カウンターゲージがあるから、まあ、なんとかできないかなって感じですかね。空対空捕まえていく。上へ参ります。下へ、横へ参ります。しかし、落としてしまう。裏回り失敗。置き攻め、下段、バルジャ、2K、ガーキャン。ごめん、ヤクザキックだった。さあ、一瞬、なんか、補正を切って、叩き落として、おっと円月が当たらない。危機派円月対空の後何をすればいいかわからなくなる。ドリルキック。さあ、固めに行く。裏回りカウンターヒットから、叩き落として横蹴り。対空、今度はヒット。逆に回って、叩きつけ入って、これはしっかりと、決めていく。ラウンド取り返す。アレックス危機ゲージも、いい感じに回収。最終ラウンド。さあ、お互いゲージがパンパン。パンパンではないか。お互いゲージ、おっ、ん？さあ、バカ食らってしまうが。さあ、ここで空対空捕まえていく。さあ、裏回って。ここは出し投げ。大きい攻めは。下段しつ、あれは攻撃失敗かな？おっと、投げ返し。裏回ってからの、下段。バルチャーガードスカシ下段。さあ、デクゴセッカからコンボが入って、予選フォースリーは逃げる。これはいい使い方。あー、かぶせて。おっと、これはちょっと早かったのかな。さあ、お気づめ。表にもう一回回って、コパンで割り込む。下段割れてしまって、爆破。ガーキャン。ガンダッシュ。あっと、中段見えない。エルディオの中、なんだっけ。ジャストブレイクでの崩しは、まだ光るから、まあ、幻影かどうか、幻影じゃないっていうのはちょっとわかるとは、わかる気はするんですけれども。やっぱついしゃがんじゃいますね、こんなの。理論上は可能ですが、みたいな感じですかね。さあ、上へ参ります、横へ参ります。そして、ゲージが満タンだが落としてしまう。これはちょっと、ひょっとしたら、ワンチャン決定的な場面も見られたかもしれませんけれども、カウンターヒット。さあ、これ崩れたら終わりますが、あっとこれ、まさかの見せられない用地だった。これスカイさん勝利でいいんだよね。うっそーん、なんかデジャブ。これひどいね僕の勝ちです。はい、スカイさんなんか勝利ね。まあ、ただ今の流れだとあれなんだよね。アレックスさんの勝利もあったんだけど、ちょっとリアクションからして、ちょっとな。はい、次。ココアさん、負け犬さん。あ、ちょっと待ってね、マケインさん。一瞬ごめんね。はい、これで大丈夫のはず。はい、じゃあ始めてください。はい、もう一回。なんでだ。あれ？ちょっと待って。ん？ワンマンつけっぱ。
それで強制終了しちゃったのか。戻せそう。すぐ戻せそう。もう大丈夫。はい。で、行きましょうか。はい。さあ、1回戦第2試合。あ、誰かね、PFTM さんに英語で、今日キャラ編禁止ですみたいなこと言っといて。そうしてくれると私はすっごい嬉しいです。今日英語使える勢がいたっけっていう感じだけど。ワンピーが。キャラ編禁止です。それはあ、英語って言わねえんだ。ローマ字って言うんだよ。はい、ワンピーが、ココアペール、ツーピーが負け犬刺さり。立ち回り的にどうなんだろう。あっと捕まってしまう。キャラメルがヒット。キャラメルがヒット。クッキーガードさせて、クッキーで距離を離す。中段は届かない。しっかり空中で、あっとここでバカが入って捕まえられる。クッキー。中段見えない。ここは叩き落として、これは、キャラメル入る。あっとクッキーヒット。これは痛恨。もう一回クッキー。さあ、最後は爆破して、ラウンド取るな、ココアペール。ラウンド2。さあ、刺さりが前のラウンドちょっとほとんど何もできずといったところでしたが、大丈夫か、上からかぶせていった。不要撃。さあ、置き攻めは、人形を配置。バウンドさせて、空投げ。さあ、人形バウンドするが、そこには誰もいない。さあ、しっかりとペールの間合いの外にまで逃げれるような動きはできるとは思うんですが、ペール、草刈り側。ただ、いかんせんペールは、足もそこそこあるの、足もそこそこ速いので、こうやって、なんだろう、距離調整もでき、割とできたりするんですね。さあ、いつ爆破が来るかわからないので、ちょっと下手に、ここはガーケンで切り返す。あとここでバカ、これがあるから怖い。 2K からクッキー叩き落としキャラメル。さあ叩き落としてキャラメルしっかり当ててクッキーで固め継続。はい、ジャンで逃げてアイスラハドバカ捕まらない。 2K クッキー固め継続。おっと、あーココアが、これも近距離には判定がありません。さあ、しかも、これでスイートジュエルが消えてしまっている状態。あーっと、捕まってしまったー。最後はキャラメル。当たり方が変すぎる。勝ったのは、ココアペール。はい、次。つくらさん、ディオさん。ペール対策全くできてない。ウニ羊やつものうめえ。ウニ羊か。突然の羊羹である。ウニ羊の方がうまそう。なんかウニ使ったあれなんですかね、ジンギスカンにウニ使うみたいな感じなんですかね。合いそうねえけど。あれ終わっちゃった。はい、はい、ワンピーがツップラーサーベ、ツーピー側ディオネバエンブレム。さあガンダッシュからバックステで回避、バックステでフェイント叩き落として、さあ固めていく。お互いカウンタージャンハスぶん回し、
お互いカウンターヒット、タッチ系から固めて中段は引っかかってしまうが、その後の 6P が入らない。さあ、剣の前をところどころにぶっ放していくのがやっぱりサーベが強いですね。分回しガード固めて、タッチエースからぶ、さあ、これは美味しいコンボ入っていって、投げ捨てていく。これで一気に体力差が追いついていく。ジャンピング対空から投げ捨てまでしっかりと。なぜかね、最後の、解禁サーベを使ってると最後のあの締めの、あれがね、あっと、ちょっと早すぎたか。イエス、エンブレム。ガーキャンで切り返して、エンブレム。ラウンド取るのはディオネバ。ラウンド2。さあ、ラウンド2。さあ、まずは、ネバ側の固めターン。下段で割れちゃって、エンブレム。さあ、引き寄せて、ウォークライ、ウォークライ。おっと、ここは落としてしまう。が、いいダメージ。タッチ系から、叩き落としてさー、これはガンガードしてた。分回しガード固めて、タッチエース。じゃあ、初、コパンからエリアル、ちょっと失敗。叩き落として固めていく。叩き落としてめくって、エンブレム。ガンダッシュめくったがガーキャンで切り返して、ジャンハスヒット、コパンダッシュしたところに引っかかって中段引っかかまらない、ジャンハスの持続が長いが投げ返し。勝ったのはディオネバ。はい、じゃあ次。アキラさん、PFTM さん。ほんとそれ。ウニ羊羹美味しいけど匂いがえぐい。まあ匂いが絶対磯の香、磯臭いでしょ。はい、では参りましょう。硬い磯の香り。あ、重たい。ストップ。かん、あ、ちょっと待った。ストップじゃないかも。間に合わない。ストップ。マイクしたウォッシュチーズの匂いやばかったよ。あー、なんか聞いたことあるね。洗うと臭くなるっていうやつですね。あの臭いとかの匂いに近いっていうやつですね。確か。あんま、うんねえ。はーい、22番小目さんいらっしゃいませ。お疲れ様です。運営お疲れ様ですか。これでどうかな、大丈夫そうかな。はーい、キャラは最初だけ変更可能ですが、PFTM さん、他キャラ使い誰使うかな。さあ、キラさんはシェイク。PFTM さんは、確かレミウスも使えるが、さあ、ちょっと迷っている。さあ、最終的に選んだのはレミウス。だ、もうこっから止まったら、リプレイをください。あー、ずれたな、こりゃ。おそらく感染ずれ発生しますね。重い。これは一応実況はしますが、多分ずれてるので結果を後で教えるか、リプをください。
さあ、立ち椅子入って。あ、一瞬軽くなった？あ、なんか軽くなったな。あー、これどうすっかな。なんかお互い技出す重い。これはちょっとごめんなさい、感染切りましょうか。これはちょっと先に進めようかな。これはちょっと先に進めましょう。泥棒猫さんやりましょう。なんちゅうプエム。あ、もう PFTM さんがネタバレしてる。はい、じゃあやりましょうかね。さあ、泥棒猫さん、僕ですさんことシアモさんの可能性は高いですが、なんかそれっぽいね。オルフェで。じゃあ参りましょう。手が普通に多い。重い。さあラウンド2。ていうかかちょっとかすかに重いのがまた腹立つな。風車輪が出ない。しゃがみガードしちゃった。バカ。でも持続が残ってる。フランスのが腹立つな。また
りぐだったはい次シロさんとサワイさんちょっと準備お願いしますね。イさんサワイさん準備をお願いします。次枠で始めます。はい、ではちょっと次枠取ってきます。ちょっと待っててね。はい、はい次行きましょう。早速行きましょうか。マリマリ枠取れてますかね。では取れるじゃない。じゃあ大丈夫ですよ。はい、じゃあ始めましょうかね。はい、では行ってみましょう。シロウさん、サバイさん、試合始めちゃってください。ボンゴレビアンコはあっさり、あボンゴレさあ食えみたいなね。はい、ということで、シロさんさんとサワイさん、シロさんは誰で来るかな。お、まさかの久々オルフェかと思いきやレナシア、シャルテかな。サワイさんはエティエル。さあ、そしてなんか茶色い焦げ肌フェチだったかな。 1P がシロ、シャルテ、 2P がサワイ、エティエル。さあ、あー、まあ、火に焼けちゃったか。イエス、まあ、もしくは遊びすぎちゃった可能性はありますけどね。うわ、爆発力キャラや。そうですね。あーっと食らってしまった。イエス、まあ、若干のシャルテに関しては遊ばされてる可能性はありますけどね。この二人遊んでるイメージが全くない。まあそうですね。エティエルはまあ基本真面目ですから。ドリル真面目ですから基本的にそういうのはない気がするんですけど、シャルテ側は、主人が主人なので、自分の意じゃない可能性はあります。あーっと、ハイスラ、あーはははははは、終わったくせー。ハイスラが、体力がどっと残った。一応ガードしてれば大丈夫なんですが、さあ、ここで、チリンゴーラ発動。さあ、画面端、ここで運送している。さあ、必死の抵抗。イエス、トライアタック。さあ、オフダウンを1かまして、さあ、あいつらはしっかりガード固めて、あーっと、めくられた感じ。遊んでそうなキャラとそうじゃないキャラが半々な気がいかやく勝ったな、とりあえず白、シャルテ嫌だな。シャルテは嫌だなぁ。すくい言いたくなんな。はい、次クイントさん、スカイさん。逆に誰なら嬉しいの。やっぱ分かりやすいキャラクター、対戦してて初見殺し感がない、リュウザとか、サーベとかは。そりゃもうエルディオよ。エルディオか。エルディオ嫌です。はい、じゃあ行きましょう。そら、君ダブルオルフェよ。あー、オルフェもいいですね。ルナとかコロナとか。
コロナはそうでもないか。コロナは、いやでも片目がしんどいってだけで、あの片目はともかく崩しはそうでもないから。コロナって誰？まだだからやめろ。はい、では参りましょう。 1P 側クイントリューザ、 2P 側スカイエルディオ 8S。 さあ中段が届くけれども、そこから先はちょっとうまくつながらなかった。下段で割れてしまって、コパンで割り込んで3段蹴り。さあ上からかぶせてコパン。さあ空対空捕まえて投げていく。さあバルチャコパン。さあ置き攻めは表タック、しっかり固めてコパンで切り、コパンで割り込んで、ジャン発。さあバック、おっと昇竜。さあこれは捕まってしまった。しっかりと決めていく。空対空捕まえるが、そこから先は何もない。さあ 2S で割り込んで、置き攻めは特になりますし、中段昇竜引っかかる。対空決めて勝ち上げてエリアル。さあ懐に飛び込んで、さあバルチャーバッと持ってバッハ 2S バルチャー。ラウンド取るな。スカイエルディオ、エルディオ強くなったよな。ラウンド2、ある程度このルートに行ったら火力が出るようにっていう風にしてくれた方がありがたいですね。延々固め続けられるのもちょっとそれはそれでしんどいんで。さあバルチャー、カウンターヒット、バウンドしてしまった。これはしっかりとエリアル決めて3割ぶっ飛ぶ。エルディオンにしてはすっごい減る方なんです。さあ表バルチャーカウンター、フォースリバーへ逃がしてくれない。エリアルしっかり決めて、これはワンチャン。ガード固めてると、あれが飛んできて、あっとここは超必殺の方だ、超分子の方だった。さあ最後は何もさせずパーフェクト勝ったのはスカイエルディオ。さあスカイさんがジョジョ信者をどんどん増やしていく。はい次、ココアさんディオさん、2回戦になったから曲変えよう。これどんな曲だ。さあキャラクター変更は禁止でございますので、ディオさんがサーベイから動かさない。あれ止まった、ストップ。一気に動機が取れなくなってため感染中止が4連チャンで出ちゃった。はい、これで。さあキャラ編は禁止でございますが、エレガント様いいですね。もう夏ですね。あれ？また動機取れてない。微妙にディオさんの方が長いんだな。ココアさんごめんなさい。あの感染許可をちょっとしてほしいんですよ。これ。ココアさんはちょっと画面を見ていただけるとありがたいです。あのね。オプションってところに、感染の許可っていうのがチェック入ってるんで、ちょっとこれお願いします。あ、しましたということで、どうかな？できてるね。OK。では、もう一回。
さあ今度こそうまくいくかな。あれ？ダメか。ごめんなさい。そしたらリープ持ってたら後でください。あ、それでもいいです。で、じゃあもう次ダメだったら、途中で落ちちゃったらまあその限りではありませんけど、はいはい、リオさんすみません、リオさん、ココアさん、ちょっと申し訳ないですけれども、もう一戦お願いします。まあもちろん同時にさっき切れちゃったら、それね、その時はちょっと考えます。あ、でもうまく いったっぽいね。まあそう言って途中で切れたらもう終わりだけど、はい。では 1P が、ディオネバ 2P がココアペール、スラッシュは入らない。さあしっかりと懐、自分の前に持っていってるのはネバ側なんですが、クッキーが当たればまあそこからまあ一気に遠距離に持っていけるので、そこが勝負かなと言いつつ、さあここで距離が離れる。さあ今度はペールのターンかな。さあ突っ込んで、ここはキャラメルまでヒット。さあしっかりと懐に飛び込めるのがコメット。コメットもある、確か無敵がついてるので、さあこれでなんとかして近づけていくっていうのがいいのかもしれないですね。ただ下段には弱いはず、上段無敵だったかな。叩き落として、さあこれは完全にペールのターン。最後は爆破ラウンド、スイートジュエリー入ってラウンド取るのはココアペール。ラウンド2、ゲージ状況は若干ペール有利かな。エンブレム中段引っかかっていくが空中にいる。さあまずチョコレート当てて、チョコレート当てて、中段からココア。さあ懐に飛び込めるのか。叩き落として、あー置き攻め失敗。クッキーもヒットして、エリアル行って、キャラメルはキャラメルまではいけない。コメットが引っかかるが、しっかり航空エンブレムガードか、ガードさせて、さあいつ爆発してもおかしくはない。叩き落として、さあめくりになって、さあロックブレイクって言いかけたね。エンブレム爆破して、さあ残り体力お互いわずかだが、フォスリは逃げる。下段割れてしまった。ドットを守りきって勝ったのはココアペール。さあココアさん初の準決かな。はい、次トートさん、アキラさん、準備をお願いいたします。あれ、トートさんがちょっと反応がないですが大丈夫でしょうか。ていうかピングがすっげえ重いなこれ、大丈夫かな。あ、来た来た来た。はい、じゃあ行きましょう。なんか不安定そうだけど大丈夫かな。はい、感染もうまくいったっぽいかな。そして何の因果か、アキラさん、ここまで連チャンで、ピング、くっそ重い人に当たってますが、大丈夫かな。あー、感染も重い。はい、スプラさんはお風呂。さあ、トートさんは、お、まさか同キャラ戦か。同キャラ戦でございます。が、また重い予感。
はい、シェイク同キャラ戦。ワンピー側アキラペー、アキラシェイクは白いから、2P がトートフシェイクはノーマルカラーですね。さあ、クソ重たい中、ロッドはガード固めて、アルティ。でもさっきよりは ずいぶんマシかな。さっきの PFTM さんに比べればよっぽど。さあ、波動食らってしまう。スラスラ。あーと、同期が取れなーい。そのまま続行で。なんということでしょう。これは飛ばしましょうか。再戦を裏でやっていただいて、私と白さん行きましょう。白さん、これと、さあ、できるだけカウンターをもらってはいけない。ほぼほぼ私機でございます。私機大嫌いなんだよな。感染指導する。では行きましょう。ちょっと待ってね。ディレイが4に固まってんのかな。固めてるな。オートにしよう。さあ、勝ちたいな。まだね、シャルテもね、まだ、あ、ガードしちゃったー。はーい、これアキラさんたちの試合は終わってねえんじゃねえの。筋肉。ああ、シェコプターもらっちゃって。嘘やん。ダメか。やっぱ火力高すぎるね。シャルテとシェイクにあまりその技をやってはいけない。あのね、ある程度狙ってはやってるんですよ。あれうまくいくと、刃の盾が取れるんでね。このバージョンから使いにくくなったからやめた方がいいのかな。でもごめんなさい、トートさん、アキラさん、リプレイある。じゃあちょっとトートさんのあれを上げてもらいつつ、どうしようかな。スカイさんとココアさんの試合やろうかな。お、じゃあちょっとリプレイ上がるのをちょっと待ちましょうか。マリオカート8もね、8デラックスもちょっと買いたいんだけど、欲しいんだけどね。
犬サバ？あれ？さあ、ということでちょっともうしばし待ちましょうかね。ああ、そしてちょっと待って、凍った凍った。そして凍りましたエックスプリットが凍りました。聞こえてんのかな、これ大丈夫かな。聞こえてるよ。あ、聞こえてるね、じゃあ大丈夫か。なんということでしょう、2回目本当にね。さあ、ちょっと犬屋ちょっと行って待っとこうかな。ワンちゃんもうあげ終わってるかもしれないし。さあ、上がってるかな。上がってない、上がってないけど PFTM さんのあれが上がっ、あってあるね。そっち見ながら待つか。はい、では、今の間にちょっとあのトートさんまだ上がるの時間かかりそうなので、リポを1個流しましょう。これは1回戦の PFTM アキラさんと PFTM さんの試合ですね。もう1回見てみましょう。さあ、そうですね、レミウスかジュナルちょっと迷ってるみたいですね。はい、 1P がアキラシェイク、 2P 側 PFTM レディス。さあ、まず先手を取っていったのはアキラシェイク。さあ、上からかぶせていって立ち系エリアル決めて、さあ固めていく。中段見えない。さあ立ち系上からかぶせていく。さあ中段見えない。タチケに対して2発入って、さあでエリアル空投げ。中段は届かない。かぶせて、さあここでソードサイズ当てて上からかぶせて、さあアルティ、さあお互い残り体力五分といったところ、上からかぶせてアルティが一発目ハードを投げ。さあここは投げていく。さあもう一回投げて、タッチ系アルティ、ラウンド取るのはアキラシェイク。さあラウンド2。さあ2エサちょっと届かない。かぶせてタッチ系中段、ん届かない。さあタッチ系からカーコが空投げ。8K2S、アルティ。2S。さあ、ロッドはガード固めて、から反撃。
さあかぶせていってタッチ系ロッドタッチパン 2S ロッドタッチ S アルティ消費が入ってまだ知らない。さあ 2S からさあ上からかぶせて中段見えないがタッチ系タッチ系で対空取って上からかぶせて勝ったのはアキラシェイクという流れだったんですね。さあ残り5分切りました。ギリギリ間に合うかな。アップロード先がわからない。ね、ちょっと待ってね。はい、じゃあとりあえず次枠いきます。上がってないことが判明しました。はい、じゃあ次枠でーす。はい、では次枠が始まりましたが、ちょっとトートさん時間がかかりそうなので、トートさんがもうちょっと時間かかりそうですので、一旦スカイさんとコカさんの試合やりましょうかね。っていうか、あのね、エクスプリットが凍ってるんだ。見えてない。あ、じゃあちょっと待った。ちょっともうこれ強制終了とかそういう方向しかないな。完全にもう沈黙しちゃってますからね。始まってる？ちょっと。クススプリットの調子が悪いようです。もう少々お待ちください。